はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンハンワールドベータテスト版やっていきたいと思います。今回は、ドスジャグラスを討伐していきます。ちなみに一番下の敵はまだ倒してないです。やったんですけど制限時間以内にね倒せなかったんで結構強いですねこいつは。で、まあドスジャグラスはね、初級者向けなんでそんなに時間はかからずクリアできると思います。で、スタート位置を選べますけれども、まあ一番のキャンプでいいでしょう。で、今回の武器はガンランスでいきます。これはねガンランス好きなんで、あとねチャージアックスも好きですね。多分ガンランスとチャージアックスをメインに使っていくような感じにはなると思いますと。じゃあ出発しましょう。いややっぱりねモンハンはね面白いっすよ本当に。ベータテスト版これねもう何回かやったんですけど、もう絶対買いですね俺の中では。まあ、だからね買った後まあ、ライブとかでねもしできれば、まあ、皆さんと一緒にね狩りに出かけていければなとも思ってます。途中参加とかもねできるんで、出発をね合わせる必要がないのでそこがいいところですね。ドスジャグラスを探し出し狩猟してください。腹をすった痕跡を追いましょう。道に迷ったら地図を開いてくださいね。というわけで、まあ、ちょっと地図を開いてみますか。でこんな感じで地図が出て、キャンプが何箇所かあるんですよ。でキャンプからね、キャンプからっていうかキャンプへね一気に飛べるんですね。まあ、今回は別に移動しないですけれども、で最初にやることは痕跡探しですね。まあ、ここら辺はねカプコンさんが出している、まあ、動画とか見ていただければ、まあ、解説してると思うので、今日は普通にサクッとやっていきましょう。であとね操作方法ね、操作方法はね多分ね変えた方がいいと思います。俺はね結構変えました。自分のねやりやすいボタン配置とかをちょっと見つけてもらって、それ用にねボタン配置は変えた方がいいかなと思います。ハイズリアートですね。でこういうのをねなんか調べるとなんか追跡ポイントみたいなのが溜まってくんですよ。で基本的にはこのさっき出てたホタルみたいな光の後を追っていけばなんとかなるかな。こういうのとかもですお知らせしてくれるんで、あれいる、早いな、食ってるし、おお丸飲みしてるよ、ほら。これはついて攻撃してついて砲撃してと、まあ、別にこいつ硬くないからさガンランスで来る必要なかったんだよね。で全体発射しましょう。あそうそうそう、ダメージもね出るんですよね今回。それはねすごいいいと思います。自分のこの攻撃が果たして通ってるのか通ってないのかっていうのがすげえ目安になるん でこの場合はついた方が強いですよね。攻撃はやっぱり固定ダメージですね。流撃砲は強いこれは本当に強い。ほら、あーでも部位によってはあんまり変わんないか。ただ攻撃は基本17か18で固定してるんで、硬い敵とかがねいたらやっぱり攻撃の方がいいのかな。中級がボルボロスだからそっちで行った方が良かったかな。ガンランスはほらほらほらほい、ついてついて攻撃逃げてった。ただガンランスはねやっぱり切れ味ゲージ落ちるのが早いんで、左上のところがもう黄色になっちゃってるん で同じゲージの中でもあのゲージがねどんどん左に減ってくんですよ。だからね切れ味がどこで落ちるのかっていう目安も見やすいですね。こいつは巣に帰っていくはずなんで、どうしようかな。ああ間違えた、飲んじゃったよ研ぎたいんだよね、研ぎたいんだけどさ、ちょっとなんか周りのわらわらしたやつがいっぱいいるな。痛い
おともくんがさ、もうちょっと小型動物をさばいてほしいね。よし、オッケー。こいつら誘導してくれてんな。モンスターがお友達になってくれたんやって、なんでそれ何で決めようかな。多分これ攻撃したらもうそろそろ死ぬと思うんだよね。なんかかっこいい技で決めたいよね。ほら、このなんかね、ちょっと全然見づらかったけど一つね、かっこいい技が増えてるんですよね。クエストクリア、おめでとうございます。こう投げ払った後についてなんか砲撃するみたいな。いや、ね、ガンランスはね、男のロマンですよ。使ってて楽しい。ふう、クエストクリア全然ハイでなかったけどね。ハギとかね、そういうのもめっちゃ速くなってますね、モーションが。ということで、2018年1月26日金発売ということで、モンハンワールドですね。いや、これはね、もう絶対買いますというところで、今回はこれで終了したいと思います。次回はね、ボルボロソやっていきます。